どうも、組んでみたレビューですね。青島のグラチャンのセリカ WX ですね。キットレビューの段階で話はしていたと思うんですけど、青島の、セリカ WX は全然組んだことがなかったんですね。で、タミヤのやつは昔組んだきりなので、もうさすがに覚えてないですし、で、アリーナやつはね、個人的にはバリとかがひどいのか さえ除けばかなりいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、期待外れだったっていうのが本音ですね。あ、組んだ感じはこんな感じになります。なんて言ったらいいんかな。いろいろと、っていうところがあって、ちなみに今回ミノルタカラーをイメージしましたけど、なんかすごく中途半端な仕様になってしまって残念です。まあ自分、これはね、自分の腕の関係なのであれなんですけど、まあその腕がどうのこうのとかっていうことはちょっと置いといたところの話ですね。まあおめえがこれをベースにしっかり作れよって話なんでしょうけど、ちょっとごめんなさい。まあいろいろね、例えば、ですね、このフロントの、コンビネーションランプ。これね、ちょっとね、塗った後だとちょっとわかりづらいと思うんですけど、どこまでがオレンジでどこまでをクリアにすりゃいいねんっていうのがすごくちょっとわかりづらいかなっていう気がしました。説明書だと、どこ行った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 。まあ、古いからって言って前はそこまでなんですけど、こんだけなんですよね。なので、バランス見ながら、この辺かな、この辺かな、みたいな感じで塗り分けました。で、あとは、内装。これね、で、ちょっともう組んじゃったので分かりづらいんですけど、ここね、一応オートマのシフトレバーになってるんですね。まあ、それはいいとして、このセンターコンソールの、そのオートマのシフトレバー周りが、トゥントゥルテンなんですよ。ちょっとなーっていう感じですね。で、リアワイパーなんですけど、一応つけたんですけど、これつけたくなかったなっていうのが本音です。ちょっとね、まあ、画質の関係でちょっとわかりづらいかと思うんですけど、ツンツルテンなんですよ。表面の方が、表側の方が。で、裏の方にね、裏側の方にね、ちょっとしたモールドっぽいものがあるんですよ。で、普通プラモデルのワイパーって上に向かってこう細くなってるのがほとんどじゃないですか。これね、下に向かって細くなってるんですよ。なのでね、っていうのがあったりとかして、ちょっとがっかりかなっていうのが本音ですね。なので、あとこのフロントのね、このウインカーなんですけど、一応ね、それっぽいものついてるんですよ。ついてるんですけど、小さすぎて、もうちょっと大きくてもいいんじゃないと思ったので、別のキットのね、クリアパーツ切って付けました。なので、WX 今買えるやつだったら、アリーナやつの方がいいかなとは思います。まあ、バリは正直結構ありますけどね。で、今回これ車高はね、前後2ミリぐらい落としてます。で、これなんですけど、ボディのね、内側、かなり薄く削りました。厚みがね、2ミリぐらいあるのかな ?2.5 ミリぐらいあるのかな、あるので、落とす前に一回仮組みしたんですよね。仮組みしてみて、仮合わせしてみたらなんかもう、一応当たらない車高にはなってるんですよ。フェンダーにも当たらない車高にはなってるんですけど、そのままだとちょっとなーっていうふうに思ったので、で、まあ、削って、合わせて、こんなもの、車高かな、みたいな感じの位置に合わせてます。これ、車高を落とすのは結構簡単なので、やってみるのもいいかなと思いますけど、自分の場合は今回は、フロントに関しては、どこ行った、どこ行った、フロントの説明。フロントの足回りの説明。ないじゃん 今気づいた、今気づいた、ないじゃん。フロントの足回りの組み立ての説明ないじゃん。
書いてないじゃん。今気づいた。今気づいた。いや、もう慣れてるんで、これはこういう風に組みゃいいんでしょっていうことで、気にせず組みましたけど、このね、上側に刺さるシャーシの方から出っ張りが出てるんですよね。ここの上側を受けるような受け入れのところがあるんですけど、そこをね、ちょっとね、切り落としました。切り落として、下側のここに、ポリキャップを薄くスライスしたものを挟めて、それで落としてます。で、リアに関しては、ちゃんと強度を持たせるために、ここのね、もともと多分これ金属シャフトが入るのかな？そこにね、ぴったり当てはまるように、これもすごくいい感じで出来上がってはいるんですけど、ここの部分をストーンと落としちゃって、この L 字になってるところから、この出っ張りまで全て落としちゃって、はっつけるっていう感じですね。で、これ、気持ちいいぐらいリアキャンバーついてるんですけど、これね、リアキャンバーついてる理由ってね、このグラチャンっていうか、このフカリムを履かせるために、多分取った策なんだろうなと思います。これね、裏側ね、ちょっと、ほこりついちゃってるな。見てもらうとわかるんですけど、ほとんど、この、タイヤハウスの厚みがないんですよ。なので、そういうこともあって、こうやってキャンバー切って入れてるのかなっていうことを思いました。まあ、ダブル X だったらリアの車高落とせばハの字勝手に切るんで、まあ、いいっちゃいいんですけどね。ここまでキャンバーいらないなって思った方は、そこのね、このスライスした部分、スライスっていうか切り落とした部分を、ごめんなさい。ちょっとね、削ったりとかしてあげればね、もうちょっとキャンバーを起こせれるかなと思うんですけど、キャンバーを起こすとね、多分ね、重くさはみ出そうな気がするんですよね。っていうことを思いました。これ、この位置で見えるかな？ここにね、ポリキャップ挟めてるんですけど、この分だけ、下側のシャーシから出っ張ってるね、出っ張りの部分を切り落としたっていう感じでやりました。ありかな？いや、チンスポとかビタミラーとか、リアアンダーのアンダースポイラーとかもね、いいんですけど、自分結構 A 型フレーム、まあ、例えばそのセリカとアブレックスとか、あとはスープラとか、その辺もそうなんですけど、A 型フレームの車種に結構ね、思い入れがある分だけね、ちょっとがっかりかな、っていうことを思いました。まあね、かっこいいとは思います。自分でこんな風にしちゃいましたけど、単色で塗った方が良かったですね。はい。はい。単色で塗った方が良かったですけど、まあ、それは置いといて、かっこいいとは思うんですけど、ありかな。アリーのやつもね、余剰パーツ使うとね、気持ちいいぐらい車高落とせるんですよ。べっとべたにできるんで、でも、このフカリムのやつ入るんかな、ちょっとわからない。ちょっと今の段階では何とも言えないですけど、アリーのやつしばらく組んでないので。まあね、そんな感じでね、ちょっとって思ったところはありましたけど、こんな感じで組むことはできますので、まあ、リアリティを追求するんだったら、アリー、いじくりたいんだったら、いじくりたいっていうか、車高落としたやつでかっこいい感じにしたいんだったら、青島な感じかなと思います。モデルカーに切り替わって61番でひょっとしたら出るんじゃないのみたいなコメントいただいてたんですけど、まあ確かに出るかなと思うんですけど、自分はちょっともういいかなっていうふうに思いました。というわけでですね、今回組んでみたレビューは、青島のグラチャンのセリカ WX 紹介させていただきました。紹介じゃない、組んでみたレビュー、言ってみました。ご視聴いただきありがとうございました。